どうも、エルカビのエルウダです。どうも、デロエンシです。うっしょー。ということでね、大阪なおみさんの、会見ね、インタビューを取材拒否したっていうので、結構賛否両論なんですけど、まあ結構ね、だからその、アスリートの、メンタルヘルスの部分っていうのがね、結構軽視されてるんじゃないかということで、結構知り合いのね、現役大生の作家さんが、ちょっとつぶやいてるのが、それ自体に病名がついているにしろついてないにしろ、人がどれぐらい無理をしてそこにいるのかは他人には分かりようがない、ということを大坂なおみ選手の件で思う、で、まあ、今医大生なんで医師になる上でも割と大事なことだと思ったので肝に銘じるということで、長州力がかつて「週刊プロレス」取材拒否ってのあったんですけど、俺ね、長州も結構突っ張ってたのかなっていうか。なるほど。くだってないですよって言ってたけど、やっぱあれ結構みんなキレてたんじゃないかなとは言ってましたから当時から。くださすとは大変なんですよ。いや、あそこまでお互いね信頼し合ってたらナオミ見たくなんないですよ。でもね、長州力対安城洋二っていう対戦の後にくだってないですよって言うんですけど、200%。そう。長州は結構警戒はしてたと思うね。それはね。やっぱ言っても格闘技の、もちろん長州もアマレスエリートですからめちゃくちゃ強いのは当たり前なんだけど、相手も伊達じゃないですよ。戦略家ですよ。道場で一番強い。だけど、まあ、そこでしっかり成立したということで、これがさ、長州引退時に安城洋二が花束を持ってくるにつながるという。これね、僕もそれの話で言うなら分かるのがね、選手であり、やっぱ現場監督ってそういうことなんですよ。全てをこう俯瞰してみて、掌握してね。掌握して、外だ、うちだけじゃないと、安城だけじゃねえと、外にもいるんだと。そういうことだよね。これはすごいですね、やっぱ長州は。やっぱね、これは、まあね、いろいろ考えるところありますね。やっぱ私も芸人を長くやってますから、やっぱそういう厳しい環境に身を置くことによって成長できるっていう部分もあるし、まあそれをこの前もね、やっぱこうとある芸人さんと仲良くしてる裏方の人に聞いたんだけど、歯がゆいっていう気持ちをずっと喋ってた。歯がゆい。もっと本人がやる気出したら絶対売れるのに、なかなかこううまく会話がなんないっていう。なるほどね。そう。で、その人がなぜかデロリアンの林にも歯がゆいってことを言ってきたから、いや俺はそれは間違ってると思う。いや人が自発的に動いた時に初めて俺は動けるから、それを強いるのは違うんじゃないかっていうのをね、初めて言えましたよ。そいつを連れてこい。そいつを連れてこい。ね。切れてますよ。でもこれ見てる人はほとんどそうだと思うんですよ。そういうコメント来てますから。書いてあると思います。デロリアン林の発信の企画やったらどうですかっていうのは。俺発信の企画。一応俺はもう2年3年前から、お前勝手に動画撮ってあげてもこのチャンネル使ってもいいんだからねとは。別にここじゃなくてもいいよっていうのは。なるほどね。言ってはいますから。でも別にね、芸人だから喋りが得意じゃないってこともありますから。いや本当そうよ。本当そうよ。なんか勘違いしてるよね。プロスポーツ選手だから記者会見がうまくできるなんてわけじゃないんだからね。でもはっきり言うけど、これお笑いファンに響かすと M-1 一本ですから俺ら。M-1 ね。取れましょう今年。今俺損得だけで大阪なおみを全力応援することにしました。大阪なおみさんは別に決意しました。別件にしてください。これ関係ないことに。そうなんだよな、勝手に思い込んで。だからまあこの大阪なおみさんのコメント欄になったのは松山英樹さんってプロゴルファー。この間ね、全米オープンでのなんか試合後のインタビュー。男子ですよ。インタビューが結構ひどかったんだって。なんかなぜ日本に帰ってきたのですかとかそういう質問までいっぱいあって。要はやっぱり見出しになるようなことを引き出すために何でもかんでも聞くんじゃないのかな、おそらく。俺そのインタビュー見てないけど。いろんな会見でいろんな記者がいて、要は新聞社会社の上の人からさ、見出しになるの取ってこい、よくそういう話ありますよ。あるよね。その人も板挟みなのかもしれないけど、試合が終わって今終わったばっかりのアスリートに対して、まあ言ったらちょっと追い詰める、心身さギリギリまで追い詰めてやっと試合終わった人に対して、なんかよりこう引き出そうとする。だからそこがさ、だからもう事前に用意しているっていうことに問題があるかもしれないよね。ね、そこはあると思いますよ。まあその場で聞いてるのもあるんだろうけど、やっぱり浅田真央さんが一番すごいよね。トリプルアクセルに声をかけるとしたらっていう、あれね、この世で最も難しい一本グランプリって呼んでるけど、トリプルアクセルに今度やる？俺らのライブで大喜利でそういうの集めてさ、俺らがそれやるの。もしトリプルアクセルに声をかけるとしたら、だから M−1 チャンピオンに今サンパチマイクに声をかけるとしたらとかさ。でも浅田真央芸人さんは多分ね、面白い答えとかいいのできると思います。浅田真央ちゃん模範解答でしたからね、なんで簡単に飛ばせてくれないのって言いたいです。いやいいですよ本当に。俺はあれ長州だった。俺今崩れてますよ、あなたに崩れてますよってそういうことですから。すごいよね。そういうことすごいよねでございます。名称に対してだもんな。そうそう。ちなみにね、スポーツつながりで言うと、ユタボンが亀田工業でリングデビュー、少年革命から少年格闘家へってのもあるんですけど、もう一個言わして。なんとこのチャンネルにも前出てくれたライズのチャンピオン、ブラックパンサーベイノア選手、あなたね、なんとライジンで総合デビューします。相手がマスヤドミネーターサトシ、朝倉未来とこの前やった。で、マジか東京ドームですよ。で、対戦の写真がベイノアがライズのチャンピオンベルト持ってんだよ。おいしょ、来た、これやばいっしょ、来たっしょ。でもう俺なんかさ、漫才師もやってるんだよね、ベイノアくん。まあやってたのか、まあ僕一度だけっすかね。俺ら一緒になった時に主催の人が気遣って、俺ら格闘技、俺も格闘技やってるから、2組で仲良しトークさせてくれて、まあそっからちょっと仲良くなって、でベイノア選手と配信やったりで、ほんと言っとくけど、去年の5月13日の俺配信やってて、あのベイノアが試合でやってたあの蹴りなんなのって言ったら、あれカーフキックっつってちょっと流行ってるんですよ。去年の5月13ですからね。はい、言ってますからね。俺どこよりも早くカーフキックが流行るってもう配信でやってるわけですよ。いや、ちょっと証拠で上げましたから YouTube。 いやまあ一番乗りしたと。だからちょっとこれは皆さんぜひ興味ある人は応援していただきたい。もちろんキックのチャンピオンでライズもでかい団体だけど、まあライジンといえばフジテレビ系列じゃないですか。だしベイノアもさ、高田信彦の前でやるの夢だったと思うしね。わかんないけど、超若いから年代的にはちょっと。でもね、高田とかそういう時代のプロレスの動画送ってんのよ、ベイノアにたまに。で、この蹴りどう思うとか送ると、これはすごいって送ってくるよ、やっぱり。ああ、高田さんのとかタイガーマスクだったかな、その時送ったのは。もうとにかくこれは北音に対する蹴りはすごいの意味が変わってきた。いやでもすごいでしょ、あんだけ足が上がる時点でね。マジで。しかもだって実際だって文献読んでだってキックのプロが高田があんだけ夜遅くまで一人だけ練習してたっていうちゃんとあるからね。まあまあ鏡の前で高田の試合はね、見ても分かりますよ。そういうことでございますね。ということでこれ皆さんぜひベイノアとユタボンをね応援していきたいなと。いや違う。だからユタボンがでかくなる、もしかしたらユタボン対ベイノアもないだろう、あるかもしれないしね。ないだろう。ベイノアだ、ロッキーみたいにさ、ベイノアがユタボンをコーチしてるかもしれないしね。分かりませんよ。ユタボン。なるほどね。そしてね、これですね。爆笑問題と浅草キッド不仲。きっかけはキャイン天野。本人弁明、両方にいい顔しやがってということで、天野さんが TBS ラジオ爆笑問題さんの日曜サンデーに、出演し、あのコンビたちの板挟みとなり困った過去を話したと。キャインは今年で結成30年、天野さんは爆笑問題と浅草キッドの間を取ってやりたいと思っていた。でこれで本当に納得したの。でキャインが何をやろうとしたかというと、タマさんのバカっぽいキャラと、爆笑さんの時事ネタ、この2組の間を取ってやろうと思って、だからこの2組がいないと僕らはいないです。キャインさんって意外とネタ振り時事ネタなんだよね。最近何々流行ってますけど違うよみたいな。そうだよね。だからウドさんに時事を切らせてっていう感じのスタイル。天野さんが時事ネタ振ってボケ。今思えばこれほんとそうだなって、これ見てキャインさんのネタそうだわと思って。伊達にメガネかけてるだけありますね。伊達メガネね。伊達メガネ。伊達にメガネかけてるだけないですよ。それ言ったらサンドさんのメガネもややこしいからちょっと伊達にメガネは。そうそう。だウドさんの最近一言からで天野さんのことで不動産屋にしか見えなくなってきて。なんかいろいろやってんだよね。俺見方ねー。面白い。ちなみに天野さんはね、二組が仲悪いんですよね。それで俺たちが一緒にライブやることがあって。バチバチとしてるから嫌な空気でね、どっちにも挨拶しに行かないといけなくて嫌だな。そしたらタマさんが両方の組にいい顔しやがってとまさかの言葉に面食らったそう。両方の組ですからね、コンビ組ですからね。でタマさんが2組の仲を悪くしたのは天野でどこかで言ってるらしくて、そんなことないですからね、ただ僕らは傍から見てるんでもっとやれぐちゃぐちゃになっちゃえとは思ってましたけどとジョークを飛ばして笑わせたということで。なるほど。これは非常にミスター天野ですね。でこれね、まあ僕がお世話になってます水道橋博士でもこれを引用ツイートしてまして、でこのツイートしてたらそこに引用ツイートした人がなんか爆笑の太田さんはなんかこうまあ博士ファンだったのかなを結構さ、あんま結構下げて、やっぱキッドさんとか博士のやっぱこうすごいんだみたいな。で博士が引用ツイートして、僕はそんなことは思ってませんと。この認め合いつつのバチバチ感。そうね、しかも第三者のことを博士がちゃんと弁明しなきゃならないという差はすごい感じむるんで、本当にそういうね内部なことはこういう場合だったらね、ダメだったら俺はねなんかふざけて言いますけどやめた方がいいと思いますよ。まあまあ一般の人いいんですよ、何しゃべってんでガソリン負けに行っちゃダメなんですよ。いやお笑い芸人ぐらいにはさ自由にしゃべってもいいんじゃない。今コンプラとか厳しいんだからさ、薪をくべるぐらいです。芸人の喧嘩ぐらいはさなんか一般の人は好きにしゃべったらいいかなと。持っております。はい。でね、後日チャンスあればこれやりたいです。ここでも紹介した、はい、沢村忠に真空を飛ばせた男、はい、プロモーター野口治評伝、細田正史さんの著書です。で、はい、10年間かけて600ページのものすごい大書、うん、でこれが今年出たんだけども、その1ヶ月後3ヶ月後に沢村忠さん自身が亡くなってしまったというニュースがあった。この本がですね、第43回講談社本田康晴ノンフィクション賞最終選考5作に残っているほうということで、はい、発表は来月15日。うん、で野口治さんにとっては48年ぶり2度目の賞レースと、うん、で野口治さんってどういう人かというと、はい、日本レコード大賞を五木ひろしに取らせ、ほう、日本プロスポーツ大賞を沢村忠に取らせたという。なんとで五木ひろしはボクシングジム所属の歌手としてデビューしてるから、うん、握り拳で歌うっていう情報多いなことなんだけど、はい、情報多くなっちゃったぞ。で、はい、細田さんが48年ぶり2度目の賞レースっていうのはそれのことです。日本レコ対日本プロスポーツ大賞の後に、うん、この本がそのノンフィクション賞の最終選考に残ってると。一種格闘技のベルト持ってますな。だから三冠チャンピオンになるかもしれないんで。なるかもしれんな。これもねちょっと追っていきたいのと、あと細田さんとは実は前から YouTube なのかライブなのかやりたいって話はしてるので、はい、ちょっとすいません、僕らがねバタバタしてたんでなかなかお声掛けしなかったんですけど、はい、で細田さん実は最近前田明さんとも YouTube やりました。かなり見られてるんで、はい、ここ完全に便乗していきたいなと、いや、はい、そうですね、うん、思っておりますんで。そうですね、前田明の後を追って我々としてはねまあね、はい、まあそんなとこでございます、はい、これはだからかなり今日はニュースがありますよ。てんこ盛り、うん、もうユタボンから始まりましたけどもね。いやいや、最初何なんですか。最初大阪直美さん。ああ、直美ね。はい、まあそんなとこでございます、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください。